大東予地図、大東予地図の移領等詳細図、東に隣接する島にはう山と記されている。大東予地図、大東予地図は、金正宏が1861年に完成した理事、朝鮮の全国地図である。姉妹編に、請求図2巻と、大東地史32巻がある。木版で22点、16万2000分の1に、縮小された朝鮮半島全域が、 中江鎮が少し北にぶれているのと都領島が実際より南に描かれているのを除けばほぼ正確に描かれている。金正宏自身が34年間全国を歩き完成させたとされる。研究では半島すべてを踏破するのは信じ難くそれ以前の地図を参考に補填、修正を加えて作成されたとしている。しかし、それまでの地図には見られなかった地形表示法の開発。 詳細な参画網の記入などはもちろん、行政区域ではなく、座標を用いたことが新しい。冊子をすべてつなぐと、横3メートル、縦7メートルにもなる。地図には、山脈、河川、当初、高校、航路、行政区の境界、交通網、通信、史跡などが示されている。李氏朝鮮の地図の中では最高傑作と評され、全近代の歴史、 地理研究に資するところが大きい。大東予地図は、青9図を元に作られたのであるが、青9図が南北100里、東西70里に対し、大東予地図は南北120里、東西80里となっている。青9図に比べて、山筋と河川網が非常に正確に記されていて、実際の旅において、より実用的になった。さらに持ち運びの良い90万分の一の、 大東予知全図も、木版刊行した、朝鮮交易を行う津島藩の創始に対して、朝鮮が官職を与えるなどしていたことから、この地図には、津島が記載されているが、位置や形状等は、不正確である。大東予知図は、大韓民国指定法物第850号に指定され、サネノブ女子大学、ソウル歴史博物館、イ、小博物館に所蔵されている、大東予知前図。 津島が追加されている。韓国銀行は2007年12月に2009年から流通させる最高額面の10万ウォン紙幣に朝鮮の独立指導者の緊急の肖像とともにこの地図を使うことを発表していた。しかし2009年1月に発行計画は中止された。これは緊急が南北統一政府の樹立を主張していたことから保守系の利明博政権が嫌っているから 見送られたとの指摘もあるが、紙幣デザイン案の大東予地図にはオリジナルにない、竹島を入れていたことから、文化財の改ざんという批判もあった。中国との間で、しばしば係争地として持ち上がる。真島が、この地図には記されていないため、朝鮮王朝側も、新国の真島領有を認めていたとする、中国側に有利な証拠となっている、大東洋地図の移りと詳細図の東隣には、 山と抱えた島が描かれている。島の形状、大きさ、位置関係から現在の竹所に近いが、韓国ではこの島を日本と領有権問題になっている竹島だとしている。ありがとうございます。